元木ねこむ、奥山水戸明、1995年12月15日帯、は、日本の元女性コスプレイヤー。所属事務所は堀風呂。夫は漫画家の藤島康介。現在一児の母、大阪府出身、在住。大阪府立高南造形高等学校卒業。身長163センチメートル。血液型は B 型。 趣味は絵を描くこと、コスプレ、寝ること。本名は、たくさん人が集まる場で美しく輝けるようにと、付けられたという。芸名の、おとぎは、辞書を開いて、目に入った単語で、猫、ね、無は、サインをしたおとぎのローマ字の並びが、猫が寝転んでる形だったので、そこから付けた。2012年に開催された第8回、日本橋ストリートフェスタで、コスプレイヤーの、 エナゴに出会ったのがきっかけでコスプレを始める。端正な容姿と大きい胸でも人気を集め、自分でも胸がチャームポイントと認めている。2013年末、コミックマーケットの会場で週刊プレイボーイ編集部の者のに声をかけられる。その後同氏が行った秋葉男子が選ぶコスプレ美少女総選挙で1位になり、 週刊プレイボーイ2014年4月7日号でグラビアデビューを果たした。C85 でのおとぎのコスプレは、走者が発行している週刊誌 SPA の公式サイト日刊 SPA でも取り上げられた。漫画家を志しており、2014年4月から漫画やアニメなどを学ぶ専門学校に入学、漫画学科を専攻している。 専門学校進学後もコスプレイヤーとしての活動は継続している。同年、シュープレ市場で開催された秋葉男子が選ぶコスプレ総選挙で1位を獲得。2015年4月1日付でホリプロに所属。同年5月発売の週刊ヤングジャンプにグラビア掲載。同志掲載の漫画東京グールのキャラクターなどに扮した。これが漫画始発掲載となる。 2016年1月15日、スクウェアイニックス館、ヤングガンガン3号で初の表紙を担当。2016年6月29日、自身のブログとツイッターにおいて、31歳年上の漫画家の藤島康介と結婚したこと、そしてすでに妊娠していることを公表した。今後は育児の状況や体調の様子を見ながら仕事を継続していく意向であるという。 なお、2016年7月21日発売の、プレイステーション4用ロールプレイングゲーム、黒バラのアルキューレブラックローズバルキュリーは、藤島康介がキャラクターデザインを務めており、おとぎネコムが、和ずゆきルナ役で声優として初出演している。7月26日、第一子を出産。これ以降、コスプレ活動から退き、 所属していたホリプロとの契約を解消した。ありがとうございます。